世界中の疑問に答えよう。なぜ合衆国を攻撃したか。合衆国は100年以上もの長い間世界を戦地へと変えてきた。そしてこの好戦的な姿勢が生んだ悲劇を幾度となく目の当たりにしてきた。もたらされたのは解決でもなく平和でもない、また次の新たな戦争だ。合衆国が決定権を持ち力を振りかざす時代は終わった。これは戦争の始まりではない、全ての戦争の終焉だ。サンフランシスコの件以来、自由世界はアトラスに反旗を翻した。アイアンズはニューバグダッドの本部にこもって外部との通信を拒絶、双方とも次の流れを読んでいた。俺たちの任務は第37空挺部隊と共に衝撃とイフ作戦に加わることだった。その後アトラスの司令中枢に侵入、アイアンズを排除。この日を5年も待っていたコーマックにとっては長旅の終着地だ。作戦変更だ。お前は別部隊で行動、ブルーチームを援護してもらう。了解です。楽な方になりましたか？楽な任務などない。ただお前まで前線に送るわけにはいかん。チャンスは一回しかないんだ。十分です。ああ、だが死ぬなよ。アイアンズを裁くとき、お前は重要な証人だ。待ちきれませんよ。幸運を祈る。言葉は必要なかった。全員が覚悟を決めていた。一人の男にとって運命の時が迫っていた。こちら21、高度5000フィートで APC ロメオビクターノートに接近中。了解だ。以降ニューバグダッドまでは低空飛行を維持しろ。キングピンアウト。センチネルフライト準備しろ。センチネル以外は全て敵とみなせ。前方にバンデット3機、救援魔法だ。覚悟を決めろよ。一気撃破。熱中気をつけろ。自動操縦だ。トレーサーに注意しろ。アテナはもうターゲット排除。破片に注意しろ。方向、尾根から敵増援。撤去しろ。援護に感謝する。危なかったね。一気やった。ミッチェル、操縦には気をつけろ。ミッチェル、谷から出るの。サイクホール高度を下げるか。フロアで一気に突破するんだ。ミッチェル、対空砲に気をつけろ。前方にパラリストロン。前方に4機を確認。攻撃開始。応答を願う。対地高度600メートル以下だ。一気やった。俺は右を行く。左に回る。一気やった。後ろに注意しろ、ミッチェル。ミッチェル、高度を下げろ。前方落石。レベルに注意しろ。ミッチェル、高すぎるぞ。後ろに注意しろ、ミッチェル。危ないぞ。カルサービーマイナーシー、数字の当たり、動きある。重量発展頼む、接近中。敵兵器にミサイルでロックオンしろ。ターゲット排除。敵から目を離すな。攻撃を倒す。ホットデッカイ成功。目標まで1200メートル。実
ステムパワー最小、ステルスに切り替える。了解したゼロワン、レーダーからの消失を確認。ディスプレイをネットワークに接続。第一目標はアイアンズが中枢で戦争を指揮するアトラス司令部だ。だがたどり着くには町の周囲に配備された複数の対空タレットを破壊する必要がある。目標まで200メートル。ディスプレイオフ、着陸に備えろ。作戦司令部を目指せ。お
ここによこせ。違う、マンティコーだ。大客だ、さっさと逃げろ。私たちは平気よ。アトラスの人間には効果がないんだ。俺たちにも抗体があるんだろう。応戦しろ、うん。皆さん、共に戦いましょう。勝利は目前にあります。周りをご覧ください。敵が一人また一人と倒れています。あなた方は今革命の一部となっているのです。確かに犠牲は出るでしょう。苦しい思いもするでしょう。しかし疑う必要はありません。必ず打ち勝ちます。あなた方が欲する、いえ手にして当然である安全はすぐそこにあります。しかしそれはただで手に入るものではありません。貸し取らなければいけません。